ひどくても受信料がどんなに高くてもスクランブル放送にしてくれれば別にいいんですよ。嫌なら契約しないだけですから。私ご存知の方も多いかと思いますけれども、ちょっと肺がんになってしまいまして、半年ばかし寝たきり生活をしておりまして、今日は体力がゼロに近い状態で疲れてしまうんですけれども、まあまあいつ人間いつ何もできなくなるか誰にも分かりません。ただ自分が何もできなくなった時にですね、 NHK が今のまま元気いっぱいで夜中にやってきて居座ったり、日本の製品は宣伝しないのにサムスンだのファーウェイのスマホは喜んで宣伝すると、そういうことをやっていたら後の世で、あの頃のおっさんたちは一体何をやっていたのかと怒られると思います。あなたが弱虫に声が出るうちに何かしないといけないですよね。今日はそういうわけでスクランブル要求でもしますけれども、実はスクランブルにすると NHK は消滅いたします。っていうのはスクランブルにすると売り上げが半分以下になると予想されているからであります。今すぐには倒せないかもしれませんけれども、おっさんたちの力をですね集めてなるべく弱らせたいと思います。2割ぐらいのお嬢様方、8割ぐらいのおっさんの皆様、今日は誠にありがとうございます。
さないぞ。皆さん拍手でお出迎えお願いします。NHK や他のテレビ局が取材に来るまでこのデモを続けたいと思います。真夏になる前にもう1回ぐらいこういうのをやりたいんですけれども、いいとも、みんな来てくれるかな。いいとも。昭和なベタな反応、誠にありがとうございます。それでは皆様、ゴミはお持ち帰りくださいませ。事故なくお帰りください。帰るまでが遠足です。今日はどうもありがとうございました。いや、とんでもありません。皆さんどうもこんにちは。NHK ライブ佐藤の岡村ですけど、別部制で本当ね、今日は最高でした。こうやってね、でもね、気持ちがあるところは一緒にやる。まだまだこれからもう、ね、僕は欲しくないですよね。まあ、ね、全然潰すまでやらないところは、まあ、スクラムして触らないで普通にやってればいいんでね。毎日本当ね、出現したとしてもこれじゃ気を収まらない。もうこのね、もう徹底的に潰す。最高でしたよ。本当尊敬してます。まさにね、こういうね、僕ぞっていればこそ本当に気持ちがもうあってね、
で今最後なんですよ、ね、あの新しい楽しくね、私も同じなんですだって、ね、仕事があってね、いろんなあの家事があったり、あるいは医者に行って忙しい方はいるんですよ。やっぱり自分の個人的な忙しいところを中心にして、あとこういう感じの時は楽しくやりましょう。数百億ね、あの嫌な思いして無理やりやらされるようなことはいいんです。取れる時に参加をする、私はそういうことでやってますんで、まあ中には批判もあの何からありますけれども、とにかく私たちは自由で楽しくやってまいります。日本改革と靴田さんにもできる限り協力的ですけど、一緒にやれるところをやっていきますので、今日はどうもありがとうございました。これを立てようと、またよろしくお願いいたします。いや、今日は本当に皆さんお疲れ様でした。リュウもね、元気になった靴田さんに会えたのが嬉しかった。また続けてやると力強く最後にねご挨拶してましたから、私も体の続く限り参加したいと思います。またよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。お疲れ様でした。今日は暑くもなく寒くもなくちょうどいいお天気の中、大勢の方と一緒にデモができてよかったです。まあこれは1回や2回では何も変わらないんで、継続してこれからも定期的にやって必ず NHK を追い込みましょう。今日はありがとうございました。お疲れ様でした。またです。あ、なんかちょっと固くなってきた、というような冗談でですね、NHK 本当ご苦労様です。本当に NHK のこの放送スクランブル化っていうのは坊主さんがずっと言ってたことで、で奥様の方も言ってたことで、皆さんが奥さん方もね言ってたこと で一般の人からもネットでお金を取る、携帯電話これを持ってたらお金を取る、バカだね NHK、 お前の放送なんて見とるわということでですね、ネットフィリックスかしか見てませんということで、とってもなのでもうこれからも絶対に続けていきましょう。新しいね庁舎を建てるとかね、ふざけたことを抜かしてんじゃないと、 NHK は恥を知れね、坊主さん。そうだそうだじゃないということで、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また皆さんお疲れ様。